こんばんは。あ、福田と同じ時間。やっほー、あかりん。ゆみりんが11時15分をお知らせします。今日もサラサラでね、ありがとう。どうしようかな、ワイドにしよう。うん、あ、七並べ頑張ってるよって、ありがとう。すごい、結構縮まりました。今日、昨日今日で、すごいびっくりした。ありがとうございます。あ、これ下の色が紫になるの？そうなの？あ、白いカフェオレは味が美味しいよねって。あった、3種類あった。みかん味とカフェオレ味と。ぶどう。あ、モバメ取り始めました。え、ありがとうございます。1日7つを送ります。自分の好きなもの多め。だいたい奈々さんと会った日は、今日奈々さんと会ったっていう報告と、あとは明日も明後日もし明後日もある会うんだっていう自慢と、会えなかったら、あ、会いたいなっていうメールが来ます。ね、あとは奈々さんの盗撮じゃないけど、あ、自慢だったんだ。そう、なんか合うんだよどやーみたいな感じ。そう、いいでしょーみたいな、嬉しいんだよーみたいな感じ。あ、昨日の七並べ面白かった、ありがとうございます。そう、なんか、そう、自分が撮ったナナさんみたいな、だいたいパシャパシャ撮ってるから、ナちゃんの話がないと逆に心配になる。あ、確かにそうかもしれない、確かにそうかもしれない。あ、シティメンバーの写真もそうだね。なんかこう公演とかあった日は割と、月末のなで悩みましたが、今日からも場面撮り始めました。そうなの。まあでも逆にでも、え、嬉しいけど、あの、この12月は私、こうレコード大賞に出させていただいたり、あとは結構いろんな音楽番組に出たりとか、あとはそうだから、こう選抜の方との写真も載せるし、あとはあの STU の公演もあるから、 STU メンバーの写真も送るし、結構充実な。あ、年末は逃せないメールを。そうだもん、そうだね、確かに。そうそうなの。紅白ね、紅白どうなんだろうね。そりゃ出演はしたいですけど、そうなの。メールは中身濃いので、ま、取って間違いはないです。だって嬉しい、ありがとうございます。ゆりちゃんとのツーショット希望します。あ、太田ゆりさんですか。あります、今日もお会いしてきました、太田ゆりさん。コンディショナー何使ってるの？あのね、トリートメントはね、あかりんと同じやつ使ってるの私。名前覚えてないんですよね。あ、確かに BNK さんが何人ぐらい来るんだろうね。確かに
確かに確かに。 BNK さんって全員で何人いらっしゃるのだろう。ミミ紅白出る、私も分かんないし、もし出るとしてもまだ情報が発表されてないからちょっと言えないですよね。どうなんだろう。でも出たいけどね、自分が出たいから出れるもんじゃないからね紅白。しかもまあ私そういう、 AKB グループだけどね、 STU だから、そうどうなるかわかんないです。カウントダウン TV も出てほしいな。私カウントダウン TV 生放送あれ一回も出た、去年出なかったから一回も出なかった、出たことないんですよね。 STU では出たけどね、録画で。でもさ、いつもさあれなの、紅白組じゃなくってね、あの明けましておめでとうは、あの紅白終わった後のカウントダウン TV に出られるメンバーで明けましておめでとうってしてるの。そう、私もだからいつかこの明けましておめでとうに入りたい。紅白に出演してカウントダウン TV、 すごい贅沢な贅沢な夢です。うん、ST の時間まで待機してた思い出、ああしたな、めっちゃ嬉しかった。確かあれが暗闇初めてテレビでの披露でした。そう、あこれね、なんか首のね肩こり取れるみたいなやつ、そうたまにつけてる。効果はあるかわかんない、めっちゃ肩凝ってるから今。そう、確かにかなり深夜だった。確かにね、ユミってパーカー好きだよね。うん、だいたいもうパーカー最近、うん、あ、確かにね、昨日の去年の今頃だよね。今頃じゃないわあれね、紅白の練習してたらねできたあ、BNK さん全員で24名か、そうなのね。どうなんだろう、何名なんだろうね。そして AKB グループから何人出るんだろう。グループ、果たしてグループなのか AKB さんから出られるのか、そこもあれですよね、そこも謎ですよね。この時間に食べて大丈夫、みんなで食べたら怖くない。さっきみんなでアイス買ってきたから、うん、みんなでアイス買ったら怖くない。そっちの日できないって言ってた。だって Wi-Fi ないと繋がんないから、知らないくって最初そんなこと。うん、髪の毛サラサラってありがとう、美容院に行ってきました。あ、そう、私に髪切ったって言ってくださったメンバーさんは菅原真也さんです。ユッキー48の、そう、あれ髪切ったよねって言ってくれた。イエーイ、そうです、そう菅原さん嬉しかった。とまやそう、STU は菅原、 SK さんは菅原さんですね。そうそう、接点あったんだね。あ、一緒にノーエマンで選抜でご一緒させていただいてますよ。そう、嬉しかった。え、髪切った後職場の女性に言うとセクハラまがいになるの。
変な嫌な世の中になったね。ええたわたったわだって。まやいい子だからこれからもよろしく。いやこちらこそこれからもよろしくしたいです。錦鯉さん、ひなたん推し。いいですか、ここユミリンルームですよ。いいんですか。ありがとうございます。錦鯉さん、わっしゃわっしゃ、よじぎありがとうございましたわ。嬉しいです。たわしなのに申し訳ないです。ありがとうございます。嬉しいです。あ、もうユミに魂になりますってぜひぜひ STU たくさん押してください。よろしくお願いします。明日球技大会なの。頑張ってください。確かに玉吉の定義は難しいですね。確かにそれってあれじゃない、どこからが玉吉なのか、どこまでが玉吉なのかって、なんかさよく言うさ、どこからが浮気なのかに似てるよね。どこからが浮気なのかは、あの一緒に二人でご飯を食べただけで浮気なのか、連絡を取っただけで浮気なのか、手をつないだだけで浮気なのか、もうなんだろう、付き合ってたら浮気なのかみたいな。そう、まあ、それはさ、なんか人によって違うじゃんか。もうさ、なんか異性と連絡を取るだけでさ浮気っていう人もいるじゃん。それはでもさ、そう連絡取ってもいいし、二人でご飯食べに行っていいけど、チューはダメだよみたいな人もいたりとかいるじゃないですかね。そう、人それぞれ、そう人それぞれだから。あ、おめでとう。おめでとう。今七並べしてるよ、ずっと。みんなもしよう。あー確かに、うちわの裏に名前書いたら浮気って、確かによくいるよ、そういう人よくいるよ。それで楽し気取りしてる人いるよ。全然楽しじゃないじゃんってなるけどそう、なあちゃんが今日ユミリに耳を褒められたって何、どこ情報、絶対755とかだ。ちょっと待って、私755ね、通知来ないんだよね。あ、ビンゴー、はい、755今日ユミリにも耳かわいいって褒められてありがとう。なあさん、そう、耳分かってんじゃんとメールかツイッターか75、そうメールはもう全部見たから、そうツイッターはさっき通知が来たから。しかもそういうね、なそういう、そう話ってさ、大体メールか755じゃん。でメールは全部見たから755だなって思った。そう、耳触ってた、なんか怖い箱押しはダメな、ダメじゃないですよ、全然嬉しいです。箱押しって結構絶滅危惧種ですよね。ありがとうございます。
嬉しいです。箱推し、箱推しがグループを支えるって感じですよね本当に。うん、見知らないや、あ、15分経過中って、わーい、あ、あれじゃない、私毎日アイドル2日目じゃないこれもしかして、え、2日目って出ないのこれ、よーい、よーい、え、この時間にラーメン食べたくなりました、ふふふ、明日のメールお楽しみに。もうなんか半分答え言っちゃったけど、半分答え言っちゃったけど、え、出てないね、出てないね、え、あかりんのやつ出てたよ2日目とか、なんかあれだよね、 こいつがスライドするピッて、3日目からなん、へえ、あ、そっか、3日目からか。あ、ユミリは7歳以外見れそうって、あ、山本彩花さんのやつ撮ってたんだけど、私多分まだ撮ってる、解除してない、まだ撮ってる、ありがとう言ってくれて、私な、私まだ撮ってる、まだ撮ってることになるよねあれって、確か私アプリとかじゃなくて普通にメールに来るやつ撮ってた。福田が食べたらそれはうどん、それな、それな、そう、多分お金だけ取られるやつだと思 そう。でもあれだよね、なんか ST はさ途中でさ変更できないけど、他グループさんはさ確かあれだよね、途中でさ変更ができるよねメンバーさんの。最近なあちゃんのメールも取り始めて、あれは本当にね依存性があります。もうなんか一日7通来ないと、もうなんか一日が始まらないし終わらない、なんかそう、え、髪切ったのめっちゃ似合って、ありがとう、カムサムニだ、ね、田中美久ちゃんと絡みましたね、美久さん、でも美しく可愛かったですよ、可愛いって言っちゃった。平成が終わる前に時代に生きるかしらね、あれですよね、セカンドの握手会も結構次21日から、あさってからです。もめって毎日送ってるの、私ね1日7つ送ってます、毎日、ぜひ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 、ゆみりのメールも継続中です、もちろんありがとうございます。ミクって本当に可愛いね、本当に可愛いですよね。ナメルにユミリンが出てると嬉しくなります。ありがとう、私も嬉しいんだわ。うわあ、乗ったナメルに乗ったって感じの気持ちになる。嬉しい。7通もって、でもね私1日7通って決めてるんだけど、こうちょっとメール送る時間なくって。あの、うわー間に合わない間に合わないわーとか送ってたら9通とかね送っちゃう時ある。へへへ、なーちゃんとユミリーの日付メールで日付を確認しますって。でもね私両方取ってる人は分かると思うけど、ナナさんは全角数字なの、私は半角数字なの、そこがナーメールとユミリンメールの違い。そうだからそれで間違えないと思う。友達が怒って、申し訳ない、なんでだ、多すぎるよこいつみたいな感じ、申し訳ない。台湾に来てください、行きたいですよ、呼んでください、呼んでください。瀬戸セブン公演でユミリ見たかったのね、瀬戸セブンの公演まで私一回も出てないんですよ、だからね出たいんですけどね。太田奈ちゃんのあったか、太田奈さんのファンの人が逆に私のメールを取ってくれてるんです、それが嬉しいです。ユミリのメールはハッシュタグユミリメールで良いの、はい、ツイッターに返信してくださったら漏れなく毎日チェックしております。そう、嬉しかったり、まあ嬉しいことがもう 9.99999 割ですね、はい。自家メール取ってるメンバーは毎日いつ、まあでもそれはね、なんだろうな、めっちゃ送ればいいってもんでもないし、だってなんだろうな、
なんかそれはね別に個人で一日ね一日一通とかでもね、私はあれだけどね、めっちゃ忙しかったりすると本当に送れなかったりするからね、全然それはね個人ですよね。まあ結果的にさ、推しから来たらもう何でも嬉しいよねって感じ。そう、7通が7通がベストって、私も7通がベスト。なちゃん完璧ですね、それな。うんうん、今日の髪型なんかいいってありがとうございます。そう、いつはちょっと寂しいか。じゃあぜひね、プラスで滝野のメール取ったらもれなく8通届くよ。推しの1通プラス滝野の7通、まあなんかあれじゃない、推しの1通分ぐらいにはなるんじゃない、私の7通で。うんね、分かんない、まだ足りないかもしれないけど、推しの1通分には。うーん、メールアプリはね保存できないみたいですよ、みたいですよって、私両方取ってるの、アプリもメールも。そう、なんでかっていうと、なんかそう、どっちでもチェックしてる。二重で確認してるの、あ、そうね、そうなりますね、そうそうだよ、私1ヶ月600円自分にかけてる。自分に課金してる。そう、自分で打ってるのに自分が読むために、そう、普通に可愛くて草、あ、648円、そうですね、そうそう、LINE メール、メール未読100件。でもね、メールはね一回見なかった、ちょっと忙しくて見れなかったりするとちょっと結構溜まっちゃうからね。そう、あ、アプリは400円もダメ。そう、しかも聞いて、あのね、私ね、あ、バストしちゃった。そう、24日に撮り始めたの。だから24日にあのメールが来る、ね、アプリ撮ってる人ならわかると思うけどさ、あれだよね、また1ヶ月更新しますっていうメールが届くよね、アップルさんから。メール届かない？そう、私24日に届くの、アプリで撮ってたら。うーん、くるくる、そう、自動更新、そうそうね、そう、だから私も届く。ヨミニの体温いくつって、すごい、なんかいくつだろうね。リリリリリリー、体温計、体温計持ちで歩く系女子。アップルから来るのは更新後じゃない？確かに、あのメール来たらもう遅いよね、あと1ヶ月かかるよ、あと1ヶ月取らないといけないよね、もう。そう、すぐ出てくるのすごい、ね、そう、私ね、あのなんかよくいるじゃないですか、なんか熱測ったら、あ、めっちゃ早いの。でもね、聞いてね、めっちゃ早いじゃんって思うじゃん。これはそろそろ安定するよっていう合図なの。で、ね、説明書よく読んで、みんな騙されちゃダメ。これね、まあそろそろ安定するんじゃないみたいな、だいたいこんぐらいだよっていうのがなったの今。でこっから本当に
本当に今のを正確に測りたかったらあと5分ぐらい待たないといけないの。さすが説明書好き。そう、私説明書はもう隅から隅まで読むので。そう、フェイント、そうだよ、知らなかった。ほらみんな読んでないでしょ。しかもなんか計測何秒とかあるじゃん。そうそうなの、予想なの。今こんぐらいじゃねみたいな感じの。そう、物によるけど、まあ5分とか、まあ、10分のやつもある。私の実家のやつは10分ぐらいのやつ、超安いやつだから。5分なんかすぎって。でもそう、そんぐらいなの。なんかね、このピピピって鳴るまでの時間が一番体温、あのこう計測値が上がるので、今鳴ったからもうどんどん安定してってるけど、微妙に上がっちゃってる感じ。こうやってリリリリリって、あ、感じ3分ぐらいだと思う。まあでもなんか、なんだろう、ものによるんです。本当に鳴ってから3分のやつもあるし、5分のやつもあるし、10分のやつもある。病院で3秒で測れる体温計があった。あ、それはもう本当にあれですね、3秒でこの予想してるんです、こんぐらいじゃないかって。そう、もう嘘ついてるから顔が笑って。いや本当に、じゃあ皆さん絶対説明書読んでみてください。なんかだいたい1000いくらで売ってるこんぐらいの体温計は全部これをピピピは予想値ですですよ。でみんな知らないでしょ。私も一人暮らしを始めて自分で体温計を買って説明書を読んだ時に初めて知った。え、これってそうだったのって。あれはなんか本当に、しかもなんか普通に書いてある。なんかなんかこのなんか鳴ってから何分お待ちくださいみたいなのが普通に書いてある説明書に。説明書なくしたの、まあなくしますよね。てか説明書なんて大体ね、すぐペアでやっちゃいますよね。うん、そうだよね。私本当に説明書好きなんです。なんかマニュアル通りにやるのが好きなのかもしれない。私マニュアルとか超好き。そう、なんか説明書見ない人いるじゃないですか。なんかまあこんな感じみたいな感じで、別にそれもいいけど、なんかね、どうせやるんだったら、だってさ、その説明書ってさ、その商品にとって一番適切なことを書いてくれてるわけじゃん。こうしたら正解ですよとか、こうしたら一番この商品にとっていいですよみたいな感じのを書いてくれてるから、まあね、読んだ方がお得ですよね。お、説明書読んでみた、本当だって。でしょでも結構知らないんだよね。私もだから19歳で初めて知った。うーん、さっきメール取ったから送ってほしい。もうね、今日はね、もうあれなんですよ。そう、もう7つ送っちゃってて、もうしかもちょっと今日はもう送れないんですよね。申し訳ないです。明日送ります。そうなんです、ちょっとね、夜中だって、夜中に多分メール取ってる人は分かると思うけど、夜中に届くことってあんまりないと思うんですけど、まあそういうことなんですよ。うん、きっと今日初だったの。うっそー、え、うそー、あ、ほんとだ、ハッツーだ。メロンパン余分だったんだ。メロンパンはあれだよ、あの収録終わってから送ったやつ。メロンパン、タギフク、ユミコサンタ、目に癒しを、昼夜ご飯、光合成、絶好調、12月19日それには届いたって。まあグループさんが違いますからね。はい、あいつぎしちゃった。まあそういうことがあるから私は別にアプリもいいと思うんです。私は両方撮ってるから、もし消しちゃったとしても、そうアプリで見れるから。アプリはね、間違えて消すとかがないんです。これ消せないから、一回届いたやつをどう頑張っても。
確かにそう、あのね、私が送ったら、私が送って皆さんにすぐ届くわけじゃなくって、一回そうやったら、私がさバーカ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 とか送ってさ、それがそのまま送られたらさ、ちょっとさ苦情来ない？このメンバーこんなこと送ってるんですけどいいの？みたいな感じになっちゃうじゃんか。それはちょっとさ、ね、一応さね、契約してもらってるわけだからさ、ちょっとあれじゃん。だからそう、一回大人の人にちゃんと確認していただくことがあるので、そうそうなの。だからまあね、そう、その方たちもさ24時間起きてるわけじゃないから、そんなだってね、皆さんも24時間起きてないでしょ、うんうんね、あ、検閲は星なんだ、すごい、面白い。最近のメール貯められることないんじゃ、あーなんかね、なんかただただ笑うだけ。本当に星なんか流星群。あ、今日の朝ツイッターありがとうね、たくさん見てくださってありがとう。そろそろ5分かな。はい、私の体温は何度でしょう。正解は、正解はってまだ聞けない。ヒントは眠いからちょっと高いかも、私の中で。なんか眠いと体温高くなりません？違うのかな。寝た後は体温下がるけどさ、ちょっと寝る前ってちょっとさ体ポカポカしない？あ、ショールームやって気持ち上がってるから高めって、ちょっと そうかもしれない。今そうショールームやってちょっと楽しいから。正解したら何くれる？うん、結構正解してるのでちょっと皆さんにあげると、私うんちょっとなんかそう、俺も当てたのにって多分50人ぐらいに言われると思う。はい、正解は 36.7度でした。じゃーん、以上。そう、高め今。私大体寝起きはちょっと低体温なので、そう寝起きはね36度なかったりする。そう、平熱高めって、平熱はね、平熱は低めです割と。だから今ちょっと体温高い、興奮してるのかなってね、みんながいっぱい褒めてくれるから。体温書いて送ったらメール、面白い、なんか面白い。片方だけ膝出してる、うん、そんなことないよ、そんなことないよ。38度までなら我慢できる、すごいな。平熱が高いのが、あーちょっと読み切れなかった、ごめんなさい。あ、免疫力が高い証拠、そう私ね、平熱低いんですよ。だから免疫力低いはずなのにあんまり体調崩さないんだよね。そう、私このお仕事始めてまだ体調不良で、レッスンもお仕事も一回も休んだことないです。いい、そう皆勤賞、さっきのバーカだって。
いいですね。好きな子はいじめたい精神いいと思いますよ。でもそれが通用するのは皆さん小学生までですよね。そう、偉いぞってありがとうございます。小学生の時も休まなかったです。私小学校の時逆にね1年間休まなかったことないと思う。毎年インフルになってたし、結構よく熱出してた子、結構よく体調不良になってたぜです。私推しの中で握手会休んでないの時のが初。まあでも言うて私初めてまだ2年とかですからね。まだまだですよ。そんなね、まだ2年目なんで。あ、好きな女の子流してしまったことあるのね。なんかそう、男子はいじめたいんかもしれないけど、こう女の子本当に辛いの、なんでいじめられるのみたいな。私はそんな経験ないんですけど、そも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 ね、なんか好きだからいじめられたいみたいなことを、そう別にされたことがなかったので、そうだからちょっと初めてこのお仕事されて、なんかそう初めて好きだからいじめる人に会います。ありがとうございます。皆さん私に構ってくれて嬉しいです。知ればいいんだ、暗い暗闇の中、もう根拠なんていらないよ、思い込みで構わない、何かに座って、明日はね、明日の予定が来た今。やっぱり多機能だなって、ありがとうございます。まさかそんなことが起こるなんて。予定は内緒。あ、うん、私ねあれだよ、全然ねメールで言ってるよ、今日なんちゃらしてきますとか、そうだいたい言ってるよね。今日は撮影ですとか、まあ、撮影なんだろうな、まださ、だって何の撮影ですとかはさ、まだ向こうのに確認取らないとさ、告知をしていいのか悪いのか わかんないからさ、その時点では撮影ですとかだけ言って、撮影した時にこれはもう告知しても大丈夫ですかって聞いて、そうメールびいき、そう私基本メールびいきな人間なんで、そうショールームでねちょっと興味を持った方ぜひメールを取ったら、きっとショールームが100倍楽しくなると思う。はい、もっと頑張ろう、だってもっと頑張ろう。あとはね、そうショールームする時間とかもだいたいね言ってるメールで。メロンパンなんていうお店だった、あなんかね浅草のお店って言ってました。めっちゃラインくる。おお、なんでもないです。そう、まだ解禁前。ユミリはショールームで全身見せるの NG なの？え、別に NG じゃないんですけど、そう NG ではない。ドアが立った、ありがとうございます。どなたですか？
精進さん、1月6日京セラドーム行きます。お待ちしてます。ありがとうございます。精進さんとありがとうございます。わしわしょーい、おじぎありがとうございます。ありがとうございます。じゃあちょっと壇上玉読ませていただこうと思います。めっちゃ熱い。第13位スランプくんさん、髪切ったら、ますます可愛い、握手会ワクワク、 ありがとうございます。めっちゃ嬉しいね。みんな褒め、すごい褒めてくれるコメントとかでも、髪切った方が可愛いって、ありがとうございます。第12位トリダーさん、ありがとうございます。第11位西宮のヨネさん、シリが反応した。西宮のヨネさん、ありがとうございます。第10位がナオさん、今日見とれて全然コメントできなかった、ごめん、好き、ありがとうございます。第9位がウルフさん、10月26日公演に行きます。あ、すごい、12月26日かな。お待ちしてます。ありがとうございます。カマズハーモニーだー。第8位ランマルさん、ありがとうございます。第7位ハルさん、会えなくてもどんどん好きになっちゃう、どうすればいい。おー、じゃあそうだな、たくさんショールームでお話ししましょう。ありがとうございます。第6位が熊根パパさん、七並べ、この人たちたちで頑張れ、ぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。第5位がヤグペコさん、ありがとうございます。こちらはあったかいです、今日はそんなに寒くなかった。第3位が、マーボー、とりあえず週末あってそこで言いたいこと言うね、ぜひお待ちしてます。ありがとうございます。第2位がナオヤンさん、弓地方推し、久しぶりだ、お久しぶりです、ありがとうございます、嬉しい。第1位が錦鯉さん、100均の食堂車行った人、いいな、羨ましい、鉄道好きなんですかね、ありがとうございます。すごい、その話とかも、ね、たくさんいつか聞けたらいいなと思ってますので、ぜひぜひ会いに来てくださったら嬉しいです。ありがとうございます。あと2分、ユミリン相談室行っていいですか。全然お待ちしてます、何でも相談してください。こうね、一女性としての相談相手にもなるし、一アイドルとしての相談相手にもなります、全然。はい、恋愛の悩みとか、お仕事の悩み、対人関係の悩み、日常生活での悩み、何でも話してください。広島行きますって、お待ちしてます、ありがとうございます。あ、人生論聞きに行こうね、ぜひぜひ一緒に答えを見つけましょう。今日見たら大丈夫かなね。ありがとうございます、ご心配、わかんないけど多分、よく寝ます、ありがとうございます。おしまいについての悩みでもいいです。いいですよ、こうこの子とこの子が可愛くて、でもこの子は魂じゃないとダメでとか、なんかよくあるじゃないですか。そう、なんかこう3人好きになった時にさ、その中の1人とかがさ、絶対私しか来ちゃダメって言われたらさ、どうしていいか分かんないよね。あるある、DD あるある。それでは最後までありがとうございました。明日も頑張りゆみりん、おやすみなさい、バイバーイ。